速報です。今日夕方、福岡市南区で2トントラックと自転車が衝突する事故があり、自転車に乗っていた高齢とみられる女性が病院に搬送されています。警察などによりますと、今日午後5時ごろ、福岡市南区塩原2丁目の市道で2トントラックと自転車が衝突しました。この事故で自転車に乗っていた高齢とみられる女性が病院に搬送されています。これまでのところ怪我の程度は分かっていません。トラックは左前方部分が壊れていて、警察がトラックを運転していた男性から話を聞き、詳しい状況を調べています。